神宮球場には大観衆が詰めかけています。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。バッターボックスには5番阿部。スワローズランナーを背負ってのピッチングが続きます。さあ勝ち越しのランナーを背負ったこの場面です。初球は何で来るか。しっかり捉えた。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ドラゴンズ勝ち越し5対3。スワローズなおも三塁二塁のピンチ。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。里崎さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあそうですよね、明らかにいつもの調子ではなかったんでね、次回までにはしっかりと調整してもらいたいですね。そうですね、次は生まれ変わった投球見せてほしいと思います。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。